皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、血液の話をね、しっかりとねさせてもらおうと思います。で、血液とは、血液の 45% は血球でございます。で、 55% は血球を除いた液体成分、血小というものからなります。主に水分です。本当に血球はね、大きくね、白血球、赤血球、血小板の3つに分けられます。で、血小に浮かぶようにして全体に運ばれます。血小っていうね、水分にね、こうプカ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 浮かんでる状態で、白血球、赤血球、血小板っていうのがね、さーって流れていってるんですよ。で、赤血球っていうのは赤色のタンパク質、ヘモグロビンっていうのを含みですね、円形で真ん中がちょっとペコンってへこんだようにドーナツ状のような形をしております。真ん中に穴が開いてるか開いてないかっていうのは知らないですけども、真ん中がこうへこんでるんですって。だからドーナツ状 のような形をしてます。その呼吸によってね、取り込んだね、酸素をね、全身にね、運搬する一方ですね、二酸化炭素や老廃物を肺まで運んでいってくれる働きをします。で、その寿命っていうのは120日とかなり長寿となります。で、白血球はですね、赤血球のね、2倍の大きさでですね、血球にあのね、毛が生えてるような、あの毛ね、生えてるような形をしております。だから、あの丸い形にこうペペ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 ペってこう毛が生えてるような形がしてるんですよ。で、主な仕事っていうのは、体内に侵入した細菌やウイルスといった異物をですね、あの腫瘍細胞などもありますよね、そういうのをね、毒性の強いこう活性酸素でね、こうブワーって分解して排除します。で、その白血球の数っていうのはね、赤血球のね、1000分の1ほどなんですけどもね、体を感染から守るというね、重要な働きを任されています。で、その他にですね、老化した赤血球などをね、こう掃除する役割をね、持ってですね、血中の中でのね、寿命っていうのはおよそね、2週間前後とされています。赤血球に比べたらね、あの白血球の方がちょっと寿命がね、短いですよね。で、次、血小板なんですけどね、血小板っていうのは主な役割としてはですね、血管がね、損傷した時に集まってきて傷口を塞いでくれて止血する働きを持ってます。で、血球の中ではね、一番寿命が短くてですね、およそ1週間ほどとされています。で、血液の半分以上を占めてるね、血小っていうのはですね、その9割ぐらいがね、もう水分からなってます。で、その血小の9割が水分なんですけど、残りの1割の中で一番多いのがタンパク質で、その他脂質、糖類とかね、無機多糖類、無機塩基類かからね、構成されています。で、血球であるね、赤血球、白血球、血小板やね、酸素とかね、栄養素、老廃物を運ぶのが主な働きとなります。運ぶって言うても、その血小っていうその水分の中にそれらがこうプカプカ浮いて流れていってますよっていう状態なんです。それら血液っていうのはね、骨から作られております。厳密に言うと骨の中なんですけどね、その骨のね、中心部っていうのは、ね、骨髄孔っていうね、空洞になっていまして、まあ、空洞でもないんですけど、まあ、空洞っちゃ空洞なんです。で、両端っていうのは海面のようなこの多孔質っていうね、小さい穴がプツプツプツたくさん開いてる状態の組織で覆われているんです。で、中はゼリー状の、ね、骨髄という組織でね、満たされております。だから空洞やのに、骨髄で満たされてるんやったら空洞ちゃうやんって話なんですけど、その骨の中は空洞で、その空洞の中に、骨髄というゼリー状で、満たされてるっていうことなんです。で、成人のね、骨髄っていうのは、まあ、大人の骨髄っていうのはですね、赤い色をした接触骨髄とね、あの黄色い色をしたね、黄色骨髄がね、詰まっております。で、接触骨髄っていうのは、あの造血機能をね、持っていてですね、ここで血液の元が作られます。この造血機能はね、全身ね、約ね、1兆個もね、あるね、造血幹細胞によってね、作られております。で、造血幹細胞っていうのはね、こう自らを複製して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 っていうふうにして、自らを増やす能力を持っています。で、そのためにね、骨髄の中ではね、常に造血幹細胞が再生されているためにね、あの枯渇することはね、ありません。ちなみにね、赤ちゃんのね、まあ、新生児のね、骨髄っていうのはね、全てね、接触骨髄となります。そのためにね、赤ちゃんはね、全身のね、骨髄でね、あの
血液細胞を、ね、作ることができるんです。あの黄色骨髄っていうのはね、あの脂肪組織のためにですね、造血機能はありません。でこのね黄色骨髄っていうのはね、加齢とともにですね、あの接触骨髄のね脂肪細胞が増えていって黄色骨髄に変化したものとなります。で成人になるとこのね接触骨髄とね黄色骨髄はね、およそね半分ずつぐらいの数になってですね、胸骨とかね肋骨とかね、そして脊椎ね、背骨ですよね、骨盤などにね限られた場所だけの骨で作られるようになります。そのね脊椎というのはね、先ほども言いました背骨のことなんですよ。で胸骨や肋骨っていうのはね、あの背骨とつながっていて、これ骨盤はね背骨を支えている土台の部分になります。でつまりですね、健康的な、ね、背骨を維持するということはですね、健康的な血液が作られて全身の細胞に栄養満点の血液を行き渡せれることができることということになります。でその、ね、骨髄の中にはですね、まあ、1種類の造血幹細胞が存在していて、この細胞が分裂しながら、赤血球や白血球、血小板などっていうその血球細胞へと成長していきます。でこの過程をね分化といってですね、白血球の場合はね顆粒球であるね好中球、好塩基球、好酸球で、単球はマクロファージとなってですね、でリンパ球からは B 細胞、T 細胞などの役割の異なる、免疫細胞が生まれます。でこのね免疫細胞によるね免疫機能っていうのはですね、その細菌やウイルスなどのね外敵やねがん細胞をこう排除するシステムでですね、まあ、簡単に言ってしまえば自分のね、細胞と、非自己異物っていうのを認識することで行われるその生体防護反応となります。で体内に侵入したね外敵やねがん化した細胞などの情報っていうのは全て神経を通ってね、脳に届いてですね、脳が受け取った情報をもとにキラー T 細胞っていうのとかマクロファージなどの免疫細胞に指令を出します。でキラー T 細胞っていうのはね細胞阻害性 T 細胞といってですね、リンパ球の T 細胞のうちの一種でですね、異物となる細胞、まあ、あの移植細胞、移植でもらった細胞とかウイルスに感染した細胞とかがん細胞などですよね、それを認識して破壊する細胞です。でそもそも T 細胞の T っていうのはですね、あのタイマスっていうね日本語ではね、その胸腺っていうその体の部位の名前のね頭文字なんですよ。心臓にあるんやったかな、多分この辺にあるね、あの胸腺っていうのがあるんです。でその骨髄由来のね未熟なリンパ球が胸腺で分化して成熟して血流やね、あの末梢組織に移行するためにですね、まあ、ここが始まりとされる胸腺、タイマスの T を取って T 細胞と名付けられました。そして、ね、マクロファージというのはですね、血中に存在する白血球のうちの、ね、5% を占める単球の一種です。あの大量の、ね、細胞が、ね、あのちょっと大きめなサイズの、ね、異物とかをね、こう鈍色することができるんですよ。鈍色なんです。その体に入っていた異物をね、こうむさぼるかのようにね食べてくれる役割を持ってます。つまりですね、免疫システムが機能するためにはその神経のサイクルが正常に働いているということが絶対の条件となります。神経のサイクルがね乱れている状態ではね、正しい情報のやりとりがねできないんですよ。神経のサイクルがねちょっと乱れている状態でですね、こう正しい情報のやりとりがねできずにですね、その体にとってその異物をね異物と判断しきれずに攻撃しなかったりとか、逆に自己のその自分のね正常な細胞を異物とみなして攻撃してしまったりするんです。だから神経のサイクルがね、まあ、正常に働いていればですね、脳は決してね間違いを起こしません。まあ、正しい情報をね脳へ届けれるということがね、どれほど重要なことが、まあ、これで分かりますよね。そしてね、この免疫機能っていうのは大きく分けるとですね、自然免疫とね獲得免疫の2種類があります。自然免疫っていうのはね、異物を手当たり次第攻撃する免疫となります。その病原体をねやっつける方法としてね、まずね食べるという殺し方があります。で自然免疫の主な仕事はこれなんですよ。その体を守るためにね最前線の戦いをしてくれております。獲得免疫というのはですね、特定の異物を認識してそのターゲットに標準を合わせてあのピンポイントに攻撃する免疫となります。そのね獲得免疫っていうのはね、異物を記憶できているかどうかにかかっています。このね異物を記憶するというのはですね、その自己の自分のね自然免疫で外敵を排除できた場合に限ります。細胞内に入り込んだね病原体でもね、感染細胞がね死んだね病原体そのものやねその破片をね免疫系が取り組むことができます。まあ、風邪をひいた場合などね、つい薬などにね頼ってしまいますけどもね、人間が持ってる自然治癒力っていうのはですね、まあ、本来はどんな病気にも打ち勝てる力を持ってるらしいです。
まあ、確かにね、高熱が出ている時などはね、とても辛いんですけども、自然免疫でね、打ち勝つことができたね、細菌やウイルスっていうのはですね、その獲得免疫に記憶されるためにですね、次にその外敵が侵入した時はね、その外敵に標準を合わせて攻撃することができるんです。つまりですね、二度と同じ外敵にその体を起こされることがなくなりですね、その獲得した免疫っていうのは生涯の宝物になります。まあ、でもどうしてもっていう時は、まあ薬にね、取らなくてはならないこともあります。まあ、しかしね、常用的にね、薬を飲むということはですね、まあ、この生涯の、ね、宝物を得ることが、ね、できないばかりですね、神経機能も、ね、どんどん低下していってしまいます。まあ、そうなればですね、脳っていうのは体の状態を、ね、把握できなくなります。そしてね、まあ、薬っていうのは、ね、副作用がつきものとなるんですよ。そのね、脳が作り出した、ね、治すエネルギーっていうのは、ね、副作用は、ね、ありません。そんな、ね、エネルギーを作るにはね、割とね、心理状態にも、ね、大きく影響されるんです。ですからね、まあ、ストレスに対処することが最も大切なポイントと言えます。まあ、もちろんね、その病気の時の間でもそうなんですけども、まあ、生活習慣をね、見直すこともね、本当に必要です。まずはね、その体を動かすことですね。1日にまあ10分ぐらいのね、体操をするだけでもね、いいのでね、本当にね、運動の習慣をね、つけることが大切です。まあ、可能ならばね、うっすらとね、汗をかく程度のね、散歩をする時間がね、持てたらいいかなと思いますよ。運動というのはね、免疫機能をね、向上させてくれる他にもですね、生活習慣病を予防したり、転倒を防いだり、脳を活性化させるなどの効果があります。次はね、食事ですね。免疫機能を、ね、維持するには良質なタンパク質、ビタミン、ミネラルが必要です。その、ね、脂肪とか、ね、糖分ばっかりが、ね、多くなる、ね、洋食に比べてですね、和食っていうのは栄養のバランスが良くておすすめです。そしてね、ぐっすり眠ることですね。夜にきちんと寝ればですね、昼間はすっきりしてね、起き続けれることができます。昼間はね、体が起きてるんでね、交感神経が働きます。夜は体を休める方向に向かってるのでね、副交感神経が優位に働くというね、その自然なね、切り替えをするためにもね、睡眠のリズムをね、確保することがね、重要です。そしてね、よく笑うことです。笑ってください、皆さん。笑うとね、リラックスしてね、体がね、休んでる状態に近くなるということでね、その副交感神経が優位に働くみたいなんですよ。でまたね、その NK 細胞っていうね、そのナチュラルキラー細胞っていうのがあるんですけども、そのね、細胞というね、その免疫を司る細胞なんですけども、でその細胞がね、活性化されることが分かっています。まあ、例えね、作り笑いであっても、ってこう、作り笑いであってもですね、まあ、そのような効果がね、見られるらしいんですよ。だからまあ、苦笑いでもいいんでね、作り笑いをしてください。顔がね、ってこう、笑ってたらいいと思います。ほんでね、体を温めることですね。体温が高いとですね、リンパ球が増えて活性化して免疫機能が高まります。またね、体温が温まるとね、血管がね、拡張して副交感神経が優位になってリラックスしやすくなります。ほんでね、まあ、リラックスといえばですね、お風呂ですよね。お風呂はね、ぬるめのお湯でゆっくりとね、まあ、40度ぐらいのお風呂にね、10分ぐらい浸かるとね、いいでしょう。シャワーだけではね、体が温まらずにですね、交感神経がね、刺激されるためにですね、あまりリラックスできません。まあ、もっぱら僕はシャワー派なんですけども、まあ、まだね、湯船に入ることができないんでね。まあ、その他にはですね、体を温める食べ物もありますよね。根菜類ですよね、やっぱりね。で、芋類とか生姜ですよ。土の中にできているものっていうのはね、体を温める作用があると言われています。次にね、リラックスできる時間を作るということです。仕事が忙しくてね、いつも帰りが遅い人っていうのはね、なかなかゆったりとして時間がね、持てません。さらにはね、多忙のストレスっていうのからですね、暴飲暴食を招きやすくなるのでね、まあ、仕事をね、できるんやったら早めに切り上げてですね、30分でも早くね、帰れるようにね、してみましょう。またね、責任感が強くてね、真面目な人っていうのはね、つい頑張りすぎてしまって無理をしてしまうことがね、多々あります。適度にね、手を抜くっていうこともね、時にはね、必要かもしれません。まあ、リラックスすることでね、体は本当に休まります。そうするとね、皆さんの血液の状態もね、穏やかになるかもしれません。一生懸命休まず働いてくれているその血液にもね、たまにはね、優しくしてあげてください。まあ、そんな感じでね、今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。